こんにちは、ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はお買い物はその7、ロサンゼルスの今という話です。今回はですね、デロアモファッションセンターの現在の様子をお伝えしたいと思います。今回行ったのは、平日なんですけれども、開店時間がですね午前11時でした。その時間に合わせてね、デロアモファッションセンターの方へ今向かっています。ご覧の通りね、ほとんど人はいないように思うんですがね、さすがに平日なんで、まだまだ空いている時間じゃないかなというふうに思います。ここはですね、ちょっと、我が家の車オーバーサイズなので、オーバーサイズで、ストラクチャーパーキングに止められるのはここしかありませんのでね、いつもねこの場所に、駐車をしております。ここちょっといろいろ変わりましてね、テスラのバッテリーチャージとか最近できたみたいで、随分ちょっとね違ったなっていう感じがしますね。まず最初にね行ったところは、これはですね、ノードストロームという、どちらかというと高級のデパートですね。今ご覧いただいているのはそこにあるカフェなんですが、やはりね、そんなに人はたくさんいませんでした。ただね、制限の方は結構解除されて、今まではねテーブルが随分間引かれていましたけども、今回はねだいたい元に戻ったんじゃないかなと、そんなふうに思います。このノードストロームから出たところにちょうど、イーバーというカフェがあるんですが、こちらのね、前に席がいくつか置いてあります。これがね、前回の時はかなり数制限されてたんですけど、もうおそらくこれ元通りになったんじゃないかなというふうに思います。結局 COVID-19 の、制限というのはね、もうすでにいろいろ解除されているなという感じがします。ただね、ちょっと前回もお伝えした通り、またね、ちょっと、ロサンゼルスの状況が悪くなったので、また元に戻る可能性はあるかと思うんですが、それがね、発令されてからもう数日経っていますが、制限の方は変わっていないんじゃないかなというふうに思います。さてですね、ちょっと早めというか、お昼の時間になりましたのでね、よく行くここのリンタイフォンというね、台湾のお店ですよね。ここへねちょっと行ってみようということで、今皆さんと、エスカレーターをちょうどね上がっているところです。見た感じ、ほとんど待ってる人もいなさそうなので、今回はね全く予約もしていません。全くの飛び込みという形でね、カウンターの方へ、カウンターというか受付の方に今行っているところで、本当に問題なくね、待たされることもなく案内はされました。今回ね、頼んだ料理というのがこのシュリンプのチャーハンですね。そしてここのメインになる、小籠包ですね。そして今回ねちょっとヌードル、スープの代わりにね、少しねこうヌードルという形で、それを頼んでみました。でこっちがね、エビの、これダンブリンですね、シューマイという形ですね。そしてこれがね、最近メニューに入った、羽根付き餃子ですよね。こちらでもね食べられるというんでね、こんなのねオーダーして、お食事をしました。食事がね、終わった後は、ちょっとね、
ウォーキングということで、ここのモール広いもんですからね、ちょっと一番端までちょっと来てみました。で、実は、ね、これ前方に見えるところは、シアーズというデパートがあったところなんですが、昨年の6月ぐらいにもうストアクローズ、要するにもうなくなってしまったようなんですね。で、まあそれから1年経ってるんで、どんな感じになったかなということで、今ちょっとねその近くまで行ってみました。そしたらね、まあ入り口はこうやって塞がれてまして、そこにはね、ネクストなんたらって書いてあるんで、次はまあいろいろあのいろんなもの作ってくれるんだよというようなことがね書かれておりました。さてですね、このデルアムファッションセンターの、まあ、このシアーズの場所というんですが、これがね一番南側ですね、ホーソンブルーバード、それからセブルベタ、ブルーバードですか、そこのねちょうど、接したところの一番南になります。はっきり言ってね、立地がいいとは言えない場所なんですよね。まあそんなんでね、COVID 19も問題あってクローズされちゃったのかなというふうに思うんですが、ちょっとね外側クローズされたところ見に行ったら、シアーズのロゴの、まあ、残った壁ですね、そんなのがねありました。もうねすでにね、全部あの外されてまして、さてね、このシアーズの隣にね JC ペニーっていう、これもねデパートなんですが、そんなのもねすぐそばにあるんです。でね、あのシアーズといえばね、私もあの初めてアメリカに来たのは、これもハワイでしたけれども、ハワイでシアーズのデパートって行った時にね、すごいデパートだなと思ったんですけれどもね、まあこうやってね、今に至るところで、まあクローズになってしまったという、非常に残念です。特にねここのデルアムファッションセンターのシアーズっていうのはね1959年にできてるんですね。だからもう61年営業して去年クローズしてしまったと、まあねそんなような、まあ状態ですね。でまあそのシアーズっていうのは K マートっていうところも一緒だったわけで、この2つが結局消滅しちゃったんですね。でね、まあそのシアーズとそれから JC ペニー、それからコールズっていうのをよくね3つ比較されるんですけれども、まあ、シアーズはまあ今消滅してしまった、まあ、JC ペニーはまあそんなに好調ではないけれども一応営業はしていると。それからコールズっていうのはですね、あのアマゾンの、まあ、返品リターンの、まあ、業務をやるようになったんで、ずいぶん人が来るようになったということで、どうやらこのね三者明暗を分けたなっていう気がします。まあね、我々はあんまり欲しいも売ってるお店じゃないんでめったに来なかったんですが、やはりこれはねアマゾンに押されたのかなというような気がしますね。さてね、ご覧いただいているのは今度はデラマファッションセンターの北側になります。南側ね、さっき言った通りすごく寂しい状況なんですが、これ北の方はねあのリモデルしたばかりなので、やはりこちらの方がね賑わっています。でご覧のようにね、今ね非常にたくさんの人が来ておりまして、特に8月ですからね、子供はね夏休みなので、まああの子供連れの方もいれば、もう子供、まあ、15歳以上だったら来れますのでね、子供がねいっぱいいるっていう感じで、結局客足は随分戻ったなというふうな感じがしますね。まあねこっち側にはね、ノードストロームとそれからメイシーズって どちらかというと高級路線の、まあ、デパートがあって、まあ、こちらはね、まあ、結構好調なんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちょっとねシアーズに関しては、まあ、やはりね時代の流れに乗り切れなかったのかなと、そんな風に思うね。ではもうファッションセンターでした。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。